高原良治は、日本の厚生労働技官、医師、防衛庁参事官等を経て、厚生労働省健康局長を最後に退官し、上智大学総合人間科学部教授、日本医療機能評価機構副理事長、厚生労働統計協会会長などを務めた、岡山県玉野市出身、岡山県立玉野高等学校を経て、1972年、 岡山大学医学部医学科卒業。1976年厚生省入省。1980年テキサス大学大学院。公衆衛生大学院修士課程修了。公衆衛生学修士。厚生省大臣担房企画官、国民医療対策本部事務局次長。外務省在フィリピン日本国大使館一等書記官、岡山県環境保健部長。 厚生省児童家庭局母子衛生課課長、厚生省環境衛生局食品衛生課長、厚生省保健医療局、国立病院経営指導課長、厚生省保健医療局地域、保健健康増進課長、厚生省大臣官房厚生科学課長、防衛庁参次官、厚生労働省社会、援護局障害保健福祉部長、厚生労働省健康局長などを経て、2003年、 体感。2004年日本医療機能評価機構副理事長、上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授。2006年厚生労働省社会、保険審査会委員。2010年厚生労働統計協会会長。岡山大学大学院茨役研究科、非常勤講師、落和会理事、医療情報システム開発センター理事、社会保険健,健康事業財団理事。 国際医学情報センター理事、社会保健審査会理事等も歴任した。ありがとうございます。